加藤慶連は平安時代末期から鎌倉時代初期の武将。鎌倉幕府のご家人。藤原敏彦の流れを組む加藤慶恵の次男。加藤氏はもともと伊勢国を本拠としていた。伊勢加藤氏の館はあの大津の近くの株殿にあったと言われているが、明確な所在は不明。兵士との争いにより父、慶恵に従って伊豆国に下り、 工藤茂光らの協力を得て、土着勢力となった。河王2年に、伊豆諸島で勢力を伸ばした、源のためとも討伐に従軍し、大敗して自陣したため朝の首を跳ねて、先行を挙げたと伝わる。自称4年に、源の頼朝が、兵士打倒のため挙兵すると、父や兄と共にその帰化に参じ、兵士の木代、山木兼高を打ち取るという大功を立てた。 このような武勇に基づき原平性水記は、経過度のことを、ことさらきりもなき功のも蕎麦ば平水のイノシシむ者と記している。頼朝が、石橋さんの戦いに敗北した後、兄、加藤光院と共に開国大原荘に逃れるが、やがて、武田氏と共に、駿河国に侵攻、パチ伝の戦いで、木代、立花園茂を撃ち、その後は、 源の乗り降りについて、瀬戸内海で、平家を討ち、頼朝の欧州藤原氏攻略の際にも従うなど、幾度かの武功があった。その後頼朝は、関東を制圧して、鎌倉殿と称されるようになり、経過度は、側近として、頼朝に仕えた。山井ちであったと見られ、受栄元年6月7日。 鎌倉ゆゆらでキューバの芸の披露が行われた後の宴席で酒を飲みすぎて気をしない佐々木森綱が大幕で景華度を包み抱えて運び出したという翌日、頼朝が車王子の景華度の家へ見舞いに訪れている元略二年源の利より率いる兵士追悼に病針をして船に乗り九州へ向かったが鎌倉に残っていた父の加藤慶尹は ケ加カがおそらく死を免れないであろうことを頼朝に訴えたところ、頼朝は驚き探索し、親書を持って乗り降りに命令して、ケ加カに療養せしめ、兵友の後は早く帰すように伝えた。そして、ケ加カに年頃な見舞い状と馬一頭を送って、これに乗って帰るように申し送った。その後の欧州合戦でも先行を立てた。 よりの信任は厚く、研究四年、よりの命により安田義氏を中殺し、その父、義弟の所領等と海国浅羽正治等職を与えられた。よりが死去した後、正治二年に、梶原景時の変で、梶原景時が滅ぼされると、これと親しかったため一旦は連座して、所領の一部を就行されたが大したことはなかった。 兼任三年九月の引き吉一の変において、北条時政の命で、引き吉一を暴殺した、新田忠恒を、北条吉時の命によって、京加度が暴殺している。また、吉一の着難の引き余り、一郎兵衛は助走して、戦場を抜け出したが、道中で、加藤京連が首を取っている。その後も、和田合戦などの初戦で幕府方として働き、 再度元老の座に返り咲いた。三大将軍、源、佐根友の第二、鎌倉幕府の表情集となったが、佐根友が、鶴岡八幡宮三景の際に、警護の任に当たったが、苦行によって暗殺されたため、警備不行き届の責任を感じて、出家資格連邦妙法と改名上級三年六月の上級の乱では、宿老の一人として、鎌倉に泊まったが、 8月3日に66歳で、没した。墓は、静岡県伊豆市牧野港にある。東都海国浅場層、伊豆国狩野層、海野国の大原層、戸松層、三河国の河津層、上佐国の角田層、備善国の上加茂層、下鴨茂層、美濃国炎山層も、領地として与えられた。炎山層は、美濃国名郡の大部分で、中心地は、 岩村であった。身の国な軍縁山小こと右ため勲功の、小縁山加藤寺慶連所三鶴行なり物流れ、両地下非戦書無の上条県研究録を壺年3月3日、頼朝晩その後、長男が、東山慶朝と少子東山市の初代となる。慶長は、上級年間、岩村城の敷地内に、八幡神社を創建し、慶華堂、本田別名の灰紙として祀った。 岩村町歴史資料館には、加藤慶恵公の心臓が保存されている。自称年間の頃、美濃国の炎山層では、盗賊が野に満ちて、里人が困っていた。炎山層の三条遊の遊長は、伊勢神宮を訪れ盗賊の難を免れるよう祈った。するとその夜、神が偉人に命じて、ことごとく盗賊を中する夢を見た。 翌日、宇治教場に一人の宗子を見たので名を尋ねたところ、宗子は、自分は、伊勢国の住人で、加藤敬連と称し、これから関東へ赴き託するところを求めていると、言った。悠長は喜び、神が、偉人に命じて、ことごとく盗賊を中する夢を見たことを伝え、演山宗へ招いて、盗賊を退治してもらった。 ケイカはその後しばらく炎山層の三上湯の湯長の家に滞在していたが、源の頼朝が伊豆国で立ち上がったことを聞き馳せさんじて従った。そして孔を挙げて、領地をもらう際に炎山層を越いて認められた。ケイカは三上湯へ戻り岩の上に座り場の場所を定めた。その岩を腰掛け岩と言い,い、その丘を祖父坊という。 今も岩村町の山上屋には、慶華度が使用したと伝わる、大きな飯碗があるという。兄の加藤光委員は、元宮元年3日、兵士の乱で、平家残党を追悼した賞を受け、西面武士としてケビン氏に任ぜられ、大部方眼と称した。その後、伊勢守となり、上級三年の上級の乱では、朝廷方に属したため破れ所領の伊豆国狩りの僧。 牧の甲は没収され、京花土に与えられた。没面は不明だが、乱語感もなく死去したものとみられる。京花土の子で、光院の老いにあたる東山ケ朝の領地である、美の国枝群園山荘の名地の龍守寺に、光院一族の墓とされる、五輪塔が存在している。長男の京長が、岩村城を本拠地として、東山市の初代となり、 遠山慶朝と昭子寺党となり、戦国時代末期まで存続した。その文家内義、遠山氏は、江戸時代に内義藩一万国の大名となり、廃藩地権まで存続して明治に死爵となった。また、文家明治遠山氏は、江戸幕府の旗本となった。江戸の町奉行となった、遠山影本は、明治遠山氏の文家の子孫である。 海の国鶴軍の上野原は、鎌倉幕府に、功績のあった、加藤景長が支配した。戦国時代、加藤氏は、数代にわたって、海、武田氏や小山田氏に従って、統治を支配し、大倉用外山などに砦を作るなどして、国境を守ったと言われている。加藤景忠は、保福寺や、牛荘神社を造園して、統治の支配を強めたが、武田滅亡時に、 妻子ともども内地にしその医療は、近世諸島にかけて、北条、徳川、豊臣の派遣争いに巻き込まれた。その他に、豊臣秀吉の直進として活躍した、加藤義明など、経過度の子孫は、伊勢、伊豆、甲斐、美濃、尾張、三河、その他全国に広まった。ありがとうございます。